はい、どうも、ゆうねいです。今回の作業はね、引っ越しでございます。このケースはもともと彼らを囲っていた黒い蓋のケース。まあつまりこのケースに引っ越しする前のケースですね。まあなんでそんなことをしようっていうね気持ちになったのかと言いますと、もうぶっちゃけ言ってね、ここの密度がすごいことになったんですよ。まあ小さい頃ならまあどうだったか知りませんが、もう彼らの大きさはね、もう大人のダンゴムシ並み、わらじ虫並み、もう密度がすごすぎてあぶれちゃう子が出てきちゃいましてね、今隠れるために無理やり入ってるのがいるんですけど、まあね、まあそのまあダンゴムシやワラジムシは密度を好む、まあ過密状態を好むといってもこりゃいくなんでもないだろうっていうことでね、まあ引っ越しをねもう敢行いたします。もうほぼ完全なる新天地。気分はどうかな。まあ、新天地といってもね、もともと彼らが住んでたケースですけど、まあ、一応脱走の原因にもなったりする土の汚れなんかはね、もう後で拭き取っておきます。撮影しながらじゃ難しい。あ、こんなちっちゃい子まで。まあ何にせよね、もうじき冬ですからね、もう過密した子がもう投資なんかしたら、まあそれこそ目も当てられませんから、まあ今のうちに余裕のある土に入れていかなければ。なるべく体の大きな個体をね選んで、まあなんでかって言われると、こっちの方が若干広いんですよね。こういう広さ、面積的に言ったら体積はまあ同じぐらい、高さは同じぐらいなんですけどね。まあこいつらはゆっくりのびのびと寝られますけど、こっちの子たちはそうでもないですからね。っていうか私のこれのせいで、まあ今夜はっていうか、まあ明日の朝はゆっくり眠れないか。さあそこの君、こっちへ来るんだ。はい、ごめんなさいね。こういう石ころの配置にもね気をつけて。あんまり過密にしすぎるとね、まあ、脱皮に失敗したりとか、まあそれこそ共食いとかも横行するようになりますから、まあやって損はないはずです。まあそれこそ急に環境が変わったことによるストレスとか、まあそんなので、まあ、死んでもらったらもうどうしようもないですけどね。いやそんなことはね、会ってほしくない。そこの君もそこそこ大きいじゃないか。まあね、まあ今は部屋の中なんで、まあこうやって手づかみでちょんちょんですけど、まあいつかは外に出てね、ここの土をガバッとスコップで掘って、ドザザッとね、スコップでまあまあ大多数のダンゴムシやワラジムシごとこっちにドザザッと移して、まあ減った分はまたこっちの土を補充してと、まあそういった感じでね、過密をどうにかしていきたいと思います。まあこういうちっちゃい子たちはまだいいんですけどね、大きな子たちはね、もう過密問題で苦しんでますから、
もうちょっと、できればもうちょっと早くやりたかったんですが、まあやるとなるとね、ちょっと準備がそこそこ必要でしてね。まあ、勝手の知らない土ですんで潜りにくいかもしれませんけど、まあなんとかするでございましょう。まあ今は何よりね、まあ体積上面積上の過密をどうにかする方が先だ。うん、まあいちいちねこういう引っ越しをね動画にするつもりはありませんが、まあそれこそ200回目までにはね、まあ終わらせられてたらなと思います。うん、それではまた。